皆さんこんばんは、ななみです。今日はたくさんリクエストいただいてた目頭切開ラインの書き方を紹介したいと思います。今日の動画で少しでも離れ目に悩んでる人が減ればいいなと思います。それではビデオスタート。メイベリのジェルライナーを使用してます。まずこれをジョンジョンジョンと軽く取ったら縁でちょっと落とします。筆をこう寝かせて、私は縦とかでこう塗るんじゃなくて寝かせて塗るようにしてます。じゃあ塗ってきます。まずこの目の縁を塗っていきます。こんな感じで最初は目の縁を塗ります。その後にちょっとずつちょっとずつこう、私は下から上にこうピッ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 って感じで入れていきます。こうするとだいぶ目の距離が近くなったのがわかるかなと思うんですけど、調整しながら徐々に徐々にこう長さを出していくっていう感じで、ちょんちょんみたいな。じゃあ今度こっちも縁を先に取ります。こんな感じで、縁を取ったらまた寝かせて下から上にキュッキュッキュッ、はい、こんな感じです。でちょっと足りないなって思ったらまたちょっとずつこう塗っていくと分かると思うんですけど、でその後に目頭のここも埋めてあげるともうちょっとより目が近く見えると思います。はい、こんな感じで両目が完成しました。先ほどと比べるとかなり目の距離が近くなったと思います。で私的には正面を向いて描くより横を向いた時に不自然にならないようなところまでに入れるっていうのがポイントなんですけど、やりすぎちゃうと本当ひどいことになっちゃうのでこう見て描いてほしいです。はい、こんな感じでざっとではありますけど紹介しました。私はもうずっと離れ目に悩んでてこれにたどり着いたって感じなんですけど、基本的には筆のタイプのラインで描くよりジェルライナーで描く方が好きです。なんでかっていう と、幅も大きく見えるし、なおかつ笑っても落ちにくいっていうのがあって、基本的にはジェルライナーを使用してます。なので皆様もちょっとなんか今まで LINE で筆タイプで書いてたわっていう人はちょっとジェルライナーで試してほしいなって思います。それではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。